はい、皆さんどうもガメコです。本日もシティーズスカイライン PS4-1 モニュメント編、第2回やっていきたいと思います。はい、第2回目と言いましても前回はですね、はい、今もちょっと出てますね、この骸骨マークデスウェーブが始まったよというのと、あとまあ、火事火災によりですね、焼け落ちてしまった建物が多発してますという感じとですね、あとまあ渋滞ですねが、起こってますという感じなので、道路をね、きれいに整備して、で、あと、バスとかもつなげれたらなというところで終わっていたと思います。はい、今回はね、その続きからやっていこうと思うんですけれども、はい、コメントいただいております。ありがとうございます。シティーズ市民は生まれて死ぬまで約4年半。なんだそうです。渋滞かもしれませんが、ご遺体の処理施設が足りてないかもしれません。取り急ぎ情報ビューで、足りてるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。墓地は維持費が安く霊柩車の数が多いですが、その代わり施設が大きいし火葬場への搬送が手間ですということですね。はい、はい、いつもねコメントありがとうございます。非常にね助かっております。はい、ということで、情報ビューで見てみますとですね、墓地の使用量は 15%、容量が5万1000に対して埋葬の数というか埋葬者の数ですね、ご遺体の数が7797体で、火葬場の充実度に関してはですね、まあ、10倍ぐらいですね、だいたい10倍なので、まあ結構あるという感じにはなってます。はい、渋滞の方はこんな感じになってます。で、道がね、結構入り組んでたりするので、なんだろうな、カーブとか、あとブレーキを踏む回数が多いんですね。で、やっぱブレーキを踏む回数が多いと渋滞が引き起こしやすいよというふうに、聞きましたので、まあ、なるべくブレーキ踏まないような、あとカーブというか急カーブですね、こういう直角カーブがないような、感じに道路を仕上げていきたいと思います。それでは行ってみましょう。見てください、私のアナナスシティですね、なんかねいろいろとこうあちゃこちゃやってるうちにですね、もう一から全てやり直したらどうだろうかと思いまして、じゃん、さら地にしてみました。今ね、ある施設はですね、墓地ですね、が、ご遺体が、入っていてですね、消せませんでしたので、壊せませんでしたので、このまま置いております。町の発展とともにですね、墓地の方もきれいにして、やっていけたらと、思っています。ちなみにですね、維持費の方はマイナスになってますが、まあ今まで貯め込んどいた資金が結構ありますので、これを使って、きれいに、していけたらと思います。タイルはね、前回と変わらないままなんで、はい。はい、ということでね、せっかくコメントでね、いろいろアドバイスをくださった方が、いて、すごく勉強になったんですけれども、まあ、そのね、コメントも、踏まえつつ、本当に綺麗にやっていけたらと思います。まあ、こうやって考えたらね、いろんなところにこう墓地を作っていたということで、まあ、どれだけ私がこう、ずさんというか、まあ、何も考えずに無計画にやっていたかっていうのが、わかるとは思いますが、はい。なのでですね、ちなみにこれだけ綺麗にするのに2055年2月16日までかかってしまいました。はい。まあ、ここからですね、まあ、やっぱり2100年までには、ちゃんと人口8万人に到達しておきたいと。で、さっさとね、メガロポリスになって、モニュメントを作り始めたりできたらいいなと思います。それでは、行ってみましょう。先はだいぶ長くなりそうですが、頑張ります。はい、2085年までワープしてきました。人口は 79,481 人、なんとかね2100年までには間に合いそうな感じではございます。ちなみに街の様子はこんな感じ、こんな感じになっております。はい、まあ、具体的にですね、どうしたというのはないんですが、今回特にこだわったのは直線ですね。
で、あと、5番の目みたいな感じになっております。はい。なのでですね、特別そんな太い道とかは、がっつり、まあ、そこまで引いてはないんですよね。うん。で、あとは、各こういう、なんだろうな、まあ、5番の目のところに、ちゃんと、こういうふうな消防署とか、警察署とか、インフラを整備したというのと、で前までは高速道路の出入り口がここ一つだったんですけど、いくつもね作るようになりました。こういう感じでもう直でつながって、あそこの大通りを通らなくてもいいように設定したりしております。はい。まあそのおかげか分散化されて結構いい感じにはなっております。はい。それとですね、このアナナスシティの交通なんですけれども、まあ当初はね、バスとか走らせてもいいよねと思ってたんですが、まあ、なんだろう、車の交通量を減らすには、まあバス以外にも他のものがあるよねということでですね、とりあえず海がありましたんで、貨物港と間にこう港を建てております。貨物港2つと港と、で、あとですね、線路もありましたんで、これですね、はい、ぐーっと行って、貨物駅の方を建てております。はい。じゃあね、市民の移動はどうするのかと言いますと、まあ、今まで通り車とですね、で、今のところですね、地下鉄が一つ走ってるという状況ですね。わかりますかね、この、ここからぐーっとこうカーブを描いてる、ちょっと短めの、地下鉄なんですけれども、まあこれも、まあ、様子を見て増やしていったり、なんやかんやしていったりしようと思っております。はい、まあそんな感じで、わりかし順調にはなってるかな。あとですね、まあ相変わらず火事がすごく多いんで、わかりますか？こう火災報知器をね、提供してるんですけども、はい、提供してても火事がね、多いんですよ。んで、まあ、消防ヘリとかね、いろいろ立てたりもしてたんですけど、こういう風なのを、こう、消してる間に、またよそでね、火事になったりとかして、ちょっといたちごっこになってるんで、他の人ってこう、火災の、ってどうしてるんだろうなと思いまして、やっぱりこう、林業をやる以上は、こう、仕方ないじゃないですか。で、あと、まあ、うちのアナナスシティ、まあ夜が来ないという設定にしてるのもあるんですけれども、なんかこう原因があるのかなと思って、雨も一応前まではないような設定にさせてもらってたんですけど、雨も降る設定にもしたんですよ。なのにもかかわらずですね、ずっとこうほら燃え続けて、しかもこう周りの建物もどん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 燃え広がっていくと。っていうところで、プラス燃えていくのはいつも同じようなところなんですね。なので消防車も一応ヘリ優先にしてるんですけど、飛んでくる気配も特にないし、で、なんだったら消防署もね、消防車もね来ない感じなんで、ちょっとどういうことっていう感じにはなってるんですけど、ここなんとかもう悲惨ですね。あ、やばいな。あ、来た来た、ヘリ来ましたね。はい、はい、はい、はい。頑張ってやってくれてる。これで本当に消えんの？消えてなくない？ちょっと消えてないのにどっか行った。あ、水が足りないからどっか行ったんかな。一応、まあ、水辺の近くに建てた方がいいですよというお声もいただいてたのにですね。水辺の近くに、これですね、建ててるんですよ。ただまあちょっと消防的なものを建てすぎたせいで、予算は減らしてるんですけど、だってね、増やしたところでこうやって火事はやっぱり増えていくもんなんで、で、火災報知器もつけてもやっぱりこう火事は火事のままっていう感じでちょっと困っております。はい。まあね、まあ、差し支えはないんですけど、ちょっとこうストレスかなという感じになっております。はい。まあそうこう喋ってるうちにですね、79,791人と、人口も割といい感じで伸びてきてますね。はい。ただまあちょいちょいこう空き家というか廃墟がこう目立つのが気にはなりますけども、まあ、こんな感じで、まあ割かし私にしてはやっぱ綺麗な感じで、いけてるのかなと思います。はい。と、
一応ですね、まあ、交通情報はこんな感じですね、まあ、ここはまだ今から発展していくつもりなので、そんなに、まあ、交通的なものは車的なものは通ってないんですけども、まあ、やっぱりね赤いところは赤いんですよ、うん、こことかね、まあ、ただそうね、平均の交通量だけで言ったら、まあ、案外そうでもないのかなと思ったりも、しなくもないですかね。うん。そんな言うほど、まあ、かかったほどでもないなと。どっちかって言ったら、このね、こことか分かる通り、こう高速に直で繋いでたりするんですよね。で、もう細道なので、で、こっち側の、だからみんな高速に出ようとする、入ろうとするっていうところで混んでるっていうのが結構あるかなと思っております。はい。あとはまあこんな感じで、ゴミの問題とかもね、割とリサイクルセンターとか焼却炉、もうね、ミッションのグリーンパワーは、達成しているので、まあ特に関係がないのでね、ガンガン立ててはいっていますけれども、はい。ね、まあこんな感じになっております。それではちょっとね8万人到達するまで、時間を進めてみましょう。はい、やりました。メガロポリス8万5000人行きました。長かったです。はい、新しいエリアが、開放されまして、新しい機能、このモニュメント編のですね、肝となる、機能モニュメントが、作れるようになったのと、あと新しい施設で国際空港と貨物空港ハブが、建設できるようになりました。で、このモニュメントを建てるにはですね、各モニュメントごとに、6つ建てないといけないんですけど、この特殊施設ね、こうバーッと見ていくとですね、割とこうもうチェックマークほとんどついちゃってるんですよね。あとはなんて言うんだろうな、だからそのまあエッフェル塔とか船舶博物館とかですね、蒸気機関車ホールとか、その今都市にないようなものがちょっと厳しめかなという感じではあるんですけれども、あのほとんどねもうチェックマークついてるの で、あとはなんかこう空港を建てるとか、港を2つ、建てるとかなんですけども、なのでもうねモニュメント最初はもう3つにしようと思ってたんです。その医療センターと、あとエデンプロジェクトと、あとなんだっけ、あ、究極のリサイクルプランとかの、3つだけにしようと思ってたんですが、もうこの際ここまで来たんだったらもう全部ね福祉施設も、建てれる状態にして、で、モニュメントを全部建てていってもいいんじゃないかなとちょっと思ってます。なので意外とこのモニュメント編壮大なプロジェクトになりそうです。一応ですね、はい、まあ難しそうなもので言えば、このエッフェル塔、建設した産業区画区域、3万スクエアなんですけど、今1万2970スクエアですね。まだ半分もいってないのと、まあ、フェリーとかに建てるだけなんで、それとこれかな、まあ、複数鉄道駅を7個だから、今ね、貨物駅しかないので鉄道駅を7個作ったらいいってことだよね。もしかして繋がってなくても鉄道駅を7個ポンポンポンって作ったらいいってことなのかな、わかんないけど。で、あと、ま、都市のサービス施設を600個。これはあれだね、あの、公共サービスとかも含めてのサービス、サービス施設ということなんで、まあ、都市がね、大きくなれば、やっぱりそれだけサービスの量も増えてくるので、まあ、自動的に達成はできるんじゃないかなと。で、問題はこの次の大聖堂。はい、これですね。都市内の放棄された施設2000。今10個ある状態みたいなんですけど、これを2000放棄して、かつ、4週間も維持しないといけないらしいんですよ。なので、これはもう最後の最後に取っておきましょう。はい。で、あと港はですね、もう一つ建てたらいいのと、で、空港も、さっきも言った通り2個建てたらいいので、まあ、そんな感じかな。はい。で、まあ全部建てれる状況になったら、もうこの、あの医療センターから、この一番下のロードチャプイックスの城までですね、全て建てれるようになると思いますので、
ただ、モニュメント、まあ、建てるにしてもお金が莫大にかかります。で、一応ですね、はい、ここのマップ買いました。なので 3×3 の、綺麗なんですね、9マスの正方形になりました。一応 PS4 版ではね、9マスしか買えないみたいなんですけど、 PC 版はね、やっぱもっともっと買えるみたいなんですけどね。はい、まあでも PS4 でも十分満足してるので、いいんですけど。で、街の様子はこんな感じになっております。はい、まあ相変わらずね、汚染水は海に垂れ流しなんですけども、ちょっとですね、先ほど8万人行くまでに見せた時よりは、まあいろいろマークも減ってると思うんですけど、産業特区をですね、ちょっとこうちっちゃくギュッとして、でその間に、商業と、住居の特区じゃないやエリアを、作るように心がけておりました。で、今は、まあ、そんなに廃墟のマークとかもないかなっていう感じですね。はい。で、新しいタイルを買ったことによりですね、この川がより上流からですね、水を、吸い上げることができるので、この汲み取りの、施設、設備をこっちに移したいと思うのですが、まあ、ちょっと迷ってまして、なんで迷ってるかというと、ここにですね、今、前回買ってたタイルのギリギリ、に汲み取り施設を、いくつか連続で建てた結果、こうやっぱ川が干上がっちゃったんじゃないかなと思ってまして、ひょっとしたらこう連続でやるんじゃなくて、なんだろう、等間隔とか何個かこう間隔空けてやったら、こう川をがこう干上がらなくて川として機能するんじゃないかなとちょっと思っております。はい、溢れすぎてね、水害が起こるのも困るのですが、まあ、やっぱりこうやってこう橋をね作ってた以上はですね、まあ川としてやっぱりあった方がこう見た目的にも綺麗だし、なんか干上がった川ってちょっとなーっていう感じはあるので、まあそういう等間隔で配置してちょっとどうなるかっていうのも様子を見ていきたいと思います。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。